毎度。ステージでのパフォーマンスだったりテレビや雑誌などたくさん出演させていただきました。その中では時には悔しくていっぱい涙を流したこともあったし、でもその分楽しかったりメンバーみんなで乗り越えてきたり、今振り返ってみると一つ一つがほんまに楽しくってほんまに濃くって本当に幸せな経験をさせていただいたなって心から思います。こうして活動していく中で私自身新たな夢をもう一つ見つけました。その夢と一歩でも近づくために私自身決断いたしました。私後藤彩は3月末をもちましてスーパーガールズを卒業し芸能界を引退します。ありがとう。なんかこうして新年早々のイベントから皆さんにこうして報告となってしまったんですけど、いっぱいもう気持ちはあるし本当にこういうなんですかね、本当はこうやって涙をしながら
話したいとは思っていなくって、私自身強い決断だったので皆さんにお伝えしたかったんですけど、でもいざこうなったら皆さんの優しさにちょっとどころじゃなくて涙結構出ちゃったんですけど、でも3月までまだ時間はあるので皆さんと最後まで笑顔で過ごしていきたいなと思いますので、最後まで本当によろしくお願いします。こっちゃんからこの次の夢に向かって頑張りたいという話を聞いた時からですね、たくさん話し合ってきました。ファンの皆様のことやグループのこと、メンバー一人一人の人生のことについて何度も何度も話し合ってきました。こっちゃんは3月末までスーパーガールズの一員としてこの12人で頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆様応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれやけどさ、ちょっとマオさんっぽい感じのさ、じゃあ泣きたいってからファンの方も笑ってくれると思ったら全く無やったから、みんな一人しかあれない、多分ねえ、めっちゃ濃い人だったですよ、ね、よかった、ひまわりしたかも。今日泣かない言うてたのに、ごめんよ、どうしよう、夜の分もう号泣しすぎて、次は、うん、ハイティングハイティングで行こう、じゃあ2問でなんかファイティングファイティングファイティングハイティングファ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 イティングかけてくれたんやろ、ハイティング最後、はい、頑張ります。いよいよっていうか一望あったんですけど、私卒業発表した時にファンの皆さんがみたいな言ってくださって、そういうのないと思ってたんですよ。だからなんかちゃんと自分のこと伝えんとあかんのに感極まっちゃって、うわーってもうなんか涙がぐわーって込み上げてきて、メンバーとみんなで泣かずに昼公演はきっちりよっていうみんなで約束してたんですけど、もうそれどころじゃなくって、なんかほんまに皆さんの優しさに改めて気づいた公演だったなと思いました。耳だけ傾けてもらえれば、はい、最後です。後藤の件も解禁しました。はい、全力でやってください。はい、じゃあ志村お願いします。泣いても笑ってもこれが最後です。はい、全力で楽しみましょう。はい、せーの、スーパー。ごっちゃんこと後藤愛でした。後藤さん、はい、
今日が大きいステージの最後なんですけど、はい、最後までよっしゃ行くでー、あーせーの、スーパーガールズ、頑張りましょう。私、スーパーガールズはスーパーガールズにお越しくださったすべての皆様に夢、勇気、そして元気を全力でお届けすることを誓Thank you.
ことあるんですけど、私がスーパーガールに入って初めてセンターを務めさせていただいた曲があるんですけど、その曲を今日は12人でパフォーマンスしたいと思います。You don't know.
しいライブをすることができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、ごっちゃんでした。みんなごっちゃんちゃんも。はい。